私のコスメポーチの中身を紹介します。イエーイ。私が今使っているコスメポーチはこちらのミキポンさんのプロデュースのやつなんですけど、めっちゃ大容量なんですね。でここに私の最近の毎日のメイクの道具を全て入れて、ここから出してメイクしてます。最近はそのどれにしよっかなとか選んでる時間があんまなくて、もう毎日本当にメイクしてるからだんだん使うコスメが固定されてきつつあるんですね。なのでその私の最近の一群コスメたちを紹介したいと思います。使い方とかは詳しく言わないんですけど、何を使ってるよみたいなのを紹介したいと思います。参考になったら嬉しいです。それではレッツゴー。チャンネル登録してね。まずね、これすごいのがこんなにガバって開くんですよ。こんな感じ。ちね、今ここにママいるので、ママにもね、それいらないでしょとか口出ししてもらいながらやりたいと思います。まずはじゃあメイクの順番に行くね。まずこちら、日焼け止めとかは入れてないんだけど、ここにはジョンセンブルスキンセッティングトーンコレクティングベース SPF50 プラス PA3 プラスも入ってるし、グリーンなので私結構すごい明る肌なんですよ。なのでこれグリーンのベースをね持ってます。これがイニスフリーミネラルメイクアップベース N ってやつで SPF30PA2 プラス入ってる。あと下地がもう一個あって、アンド B の UV プライマー SPF50PA4 プラスあります。これは使い分けてて、これがね視覚成分が入ってるんですよ。なんで今日はちょっと肌休めたいな、でもグリーンの下地塗らないと今日赤いなみたいな時はこれ、ツヤを出したい時はこれで、もっとさらにグリーンをちゃんとやりたいって時はこれ、2個塗ったりする時もある。で次が、私下地塗ったら次にこの、そうさ、シェーディングがさボロボロになっちゃって割れちゃって、それがすっごい散乱してんだよね最近。はい、アンド B のファンシーラー、これをこの NARS のクッションファンデのパフがこう三角形で使いやすいので、これで取って使ってるんですよ。これリピート2個目。まずオレンジでクマとか小鼻とかを隠して、その後に白でぼかすって感じでやって、アラを隠した後にクッションファンデで全体をやるっていう感じでやってます。クッションファンデは&B のクッションファンデーションライトベージュと NARS の、これはねなんかね応募して当たったやつだからいまいち色とかわかんないんだけど、ちょっと自分の肌より濃いやつなので薄付きでめっちゃカバーしてくれるみたいな感じで気に入ってる。てかこれね、浜辺美波さんがね愛用コスメで紹介してたの。これの使い分けは、これはすごいね崩れにくいんですよ、とにかく。なのに薄付きですごい綺麗に仕上げてくれるので、長時間の日はこれで、こっちはすごいツヤにしたい時とか長時間じゃない日、もうこれなくなりそうだから新しいの欲しいんだよね。次がパウダー、サナエクセルエクストラリッチパウダー02番ピーチグローとイニスフリーのノースバムミネラルパウダー、これはもうみんな使ってると思うんですけど、オイルブロックなので大きいブラシで取って鼻の横らへんこう崩れないように、あとおでこには毎日塗ってます。これは毎年冬に出るエクセルの粉で、すごいそのエクセルの粉毎年話題になるんだけど、それをね今年ゲットしたんですよ。すごいツヤ肌になるみたいなんで話題で、ピーチグロー、ちょっとピンクっぽい肌にしてくれるツヤのやつです。私はツヤ肌がすごい好きなので全体をマットにしちゃうのは嫌で、なのでパウダーを使うときは毎回ツヤのを選んでます。次シェーディングです。これキャンメイクシェーディングパウダー04番、もうこれしか勝たん、リピート3個目かな。これはまず細い筆で鼻筋を作る、その後に少し太めの細い筆でそれをぼかす。でぼかす時はパウダーとかも使ったりしていろいろやってるんだけど、であとはここの付属の筆で輪郭を削るっていうのをやってます。これはアイスグレーだから、他にもいろんな絶妙なね茶色がいっぱいあるんだけど、その自分の肌色に合わせて使えるから浮かなくて、なんか鼻黄色いなみたいななんなくて済みます。でその次にハイライト、ハイライト、まあ、ハイライトこれ2つで3のシマリンググロディオ、これいただいたやつです、ありがとうございます。もう誕生日にファンの子にいただいて、もうこんなに底見え、1年以上使ってるからめっちゃ汚い。でこれが MAC のミネラライズスキンフィニッシュライトスカペード、でこれが粉で、これがオイル、こっちの方がツヤが出るので、これを特にツヤを出したいなって日にこうこの2本で取って、こことあと鼻はこうやって入れて、であとここに
ポン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 って乗せたらパウダーとかも崩れないし、バームだけど大丈夫なんで。で、あとなんか粉の、あ、無事、すごい、超今叩きつけたよね。粉の気分の時はこのハイライトブラシでこう乗せています。なんだけど、あの本当に私ツヤ肌が好きで、だからもうこれをね、もう本当に毎日使ってるんだけど、今日もこれです。1年ぐらい毎日使ってんのになくならないの。粉の気分の時ってあるじゃん、今日は絶対崩したくないみたいな時とかはこっち。あとはこれをパウダーとして全顔に塗る時もある。本当にツヤが好き。でも全顔にツヤをのせちゃうと、肌荒れてるとそれが見えやすくなっちゃうので、肌綺麗な時だけ。あとこれもあります。これはチーク兼ハイライトみたいな感じで使ってるやつで、こっちがヒンスのトゥルーディメンショングローチーク。これね、もう本当に売り切れてて、どこ行っても売り切れなの。なんだけど、やっと9点でゲットして。こっちはロム&の、韓国語だからわかんないんだけど、ハイライトの02番です。これはハイライトとして売ってるやつで、これはチークとして売ってるやつなんだけど、こっちの方が白っぽい紫っぽい、ほんのちょっとだけ血色の出る感じの色。こっちはがっつり紫っぽい色なんだけど、ちょっとさ、たまに紫っぽく光らせたい時あるじゃん。そういう時はこっちで、透明感を出したいなって時はこっち。これ今日チークとして塗ってます。これがね、すごいあの青っぽく白っぽく光ってくれるから、すごい肌が綺麗に見えるの。透明感が出ます。おすすめ、これ、まあ、全部おすすめなんだけどね。はい、そしたら次に、私眉毛は眉毛を脱色しててね、描いてもないんですよ。なんですけど、一応持ってて、こちら、これね、割れてます。まあいいんだけどさ、これはもう本当に1年2年ぐらいかな、ビセリシェアイブロウパウダー BR3 番ピンクブラウンを使ってます。あの髪の毛を最初に染めた時が結構ピンクっぽく染めたので、あ、ピンクかなと思って、あとメイクが私ピンク系のメイクなので、眉毛も統一させたいと思ってピンク買ったんですけど、あの結構発色がいいから全然なくならなくて。でこれは涙袋を描くのにも使えるし、あとはほんのちょっとだけ、ほんとにちょっとだけピッてのせると、私眉毛すっごい青いんですけど、赤で青いのを消してくれて、すごいいい感じにちゃんとした眉毛になるんで、ちゃんとしたい日は使ってます。普段は前髪で隠れちゃうし、いっかと思ってやってない。やんなきゃ。で、次にアイシャドウです。アイシャドウは、最近はこちら。アイシャドウとリップは本当に毎日変わるけど、最近、その時間ないって時に使うやつはこれです。これを使っとけば間違いないっていうやつ。まずこれは、なんかの時に自分へのめっちゃご褒美みたいな感じで買った、3のディメンショナルビジョンアイパレットアリー04番。こんな感じなんですけど、これのここの色が超好きすぎて、なんかこれがね、クリームのアイシャドウなの。これを目のこう全体に塗ってから他のアイシャドウ塗ったりすると、すごいベースみたいな風にもなるし、あの元から血色ありますみたいな感じになるので、涙袋とかすごいいい感じになってくれるので、おすすめです。いい感じに膨張してくれるの、腫れぼったくならずに。これがななこさんがプロデュースしているルルシャルムマテリアルカラーパレットのフランボワーズココ。これが、あ、私最近一番お気に入りのアイシャドウです。本当にありがとうございます。特にこう真ん中のこことここのカラーと紫、この真ん中の3色を特に使ってて、今日はこの真ん中の下2色を使って、これを目頭の方を中心に塗って、これを目尻の方を中心に塗ってってやってるんですけど、あと下にもちょっと塗ってるんですけど、いい感じの血色出るし、目も大きく見えるくらい、パーソナルカラーに合いすぎてないけど合ってるみたいな、どのパーソナルカラーの人でも使えるようにみたいな感じで奈々子さん作ってたんですけど、もうまさにそんな感じだなと思って、あのすごい気に入ってます。で、あとこちら、リカフロ、古川優香さんのプロデュースのリカフロッシュ。これはすごいよく聞かれるの。なんかこれとこれ使った日アイシャドウどこのってめっちゃ聞かれる。私毎日インスタライブやってるんですけど、それでこれ使った日は特に聞かれるね。リカフロッシュラグトーマスキットサンフラミンゴ。あのね、ここの色が好きすぎて、それだけのために買ったまであるくらいのパレット。ほんのり紫ベースのブラウンの中にピンクとかホワイトとか紫とかのラメが結構ザクザクに入ってて、それをこう上まぶたにピャって塗るともう一瞬でパンってなるので、すごいいい感じ。あんまり色はのせたくないけどキラキラしたいなって日これ使ってます。てかアイシャドウ語りすぎ、忘れてた、ブラシ。
これがアイシャドウブラシに使ってるやつで、これがハイライトブラシに使ってるやつです。ハイライトブラシはこことここにパウダーでのせたい時だけ使ってます。あとこの辺にちょっとピンクを入れたい時とかもたまに使う。アイシャドウは指でのせるよりブラシでのせる方が混ざり方が綺麗だなって思って、なので2色以上のせる時とかはよく使います。ラメの時は使わない。次、まつげ。まずビューラーは資生堂です。ビューラーのゴムは頻繁に変えた方がいいなっていうのを最近気づいたので、ちゃんと1ヶ月に1回ぐらいは変えるようにしてます。マスカラはこの2つをもうずっと使ってます。エティセのアイエディションマスカラベース、ベースがこれで、上にこのヒロインメイクのロングアップマスカラスーパーウォータープルーフ。本当はこのロングロングロングってウォータープルーフじゃないやつの方がね、絶対まつげに負担かかんないんですけど、間違えて買っちゃってそっから1年ぐらいずっと使ってます。まあでもナチュラルでいいかなって日はこれ1本だけのことの方が多いです。どうしてもカールをキープしたい日はこれ。そこまでまつげはギャンギャンにしたくないけど、ちゃんとカールキープしておきたいタイプなので、そういう人におすすめです。アイシャドウまだあった。アイムミミスティックシャドウシマー003番、これは涙袋にすごいいいアイシャドウなんですけど、これをここにこう塗ると、今日も塗ってんだけど、ベースに塗るとかでもいいんだけど、それだけで涙袋が爆誕するのでおすすめです。なんかほんのりピンクなうるうるアイになってくれます。で次、アイライン。なんか2本入ってた同じの。そう、これね1本ないんだよもう。あ、ほらこれないの、でこれはセザンヌのジェルアイライナーバーガンディ。バーガンディは涙袋とこの粘膜ラインを描くのに使ってます。これ色が絶妙で、この涙袋とかをこうバーガンディとかみたいな血色感のあるカラーで描くと変にクマみたいに見えないの。涙袋って描くの失敗するとクマみたいになっちゃうじゃん。でそれをこうピンクとか、このさっきのアイブロウでもたまに涙袋描いてるんですけど、こういう感じのピンクとかで描くと血色に見えるのでおすすめです。目が大きく見えるし。あとこちらはアイライン。アイライン私ずっとダークブラウン派だったんですけど、最近アイラインをねいろんなの試しててこれに落ち着きました。キャンメイククリーミータッチライナー06番のガーネットなんとかみたいなやつ。これはまず私目の形的に結構落ちてきやすくて、アイラインがここに溜まっちゃうんですけど、そう溜まったとしてもピンクだから逆に目が大きく見えるようになるみたいな落ち方も綺麗なのと、あとアイラインをちょっと柔らかめにしたいなっていう風に思って、なんかずっとしっかりとガッて下に向かって引いてたんですけど、それをちょっとやめてみたんですね。そしたらなんかその元の目の形を生かしたような感じで結構自分的に気に入ったメイクができるようになったので、そうしてます。ずっとアイラインは絶対に下に向かって引かないと無理って思ってたんだけど、なんか自分の常識を疑ってみるのって大事だなって学びましたはい、次、じゃん。あ、こちらはフクレナさんプロデュースのシピシピのキラキラの01番です。これマジで綺麗で、今日も塗ってるんですけど、黒目の下の目の際に塗るとそこから光が反射して目の中に入るから目がキラキラになるので、あの目が大きく見えるし明るくなるんですよ。であとは普通に可愛い、なんかその誰にでも使えそうな絶妙なシルバーゴールドみたいな色なので本当におすすめです。もうどこ行っても売り切れてるけどね、これすごいやばい。じゃん、アディクションザアイシャドウスパークル。こちらはファンの方から今年の誕生日にいただいたやつです。ありがとうございます。これはねザ・ピンクみたいな、本当にただただピンクのすっごい細かいキラキラが入ってるみたいな感じで、ピンクのツヤツヤみたいなのが作れるんですけど、これをこう目頭のここピッて入れるとすっごい涙袋がね一気にうるってなって可愛いので、もう毎日使ってます。ありがとうございます。あとこれちょっと汚いんだけど、あのまつげを溶かすコーム、まつげ一本だけ太いなみたいな時に溶かすように使ってます。これシーンで買った。なんか薬局で買うと700円ぐらいするんだけど、シーンで買うと3個入りで100円とかですごい安いのでおすすめです。であとは目の調子が悪い日用のアイプチ。最近は使わなくて済んでるんだけど、ちょっと前すっごい調子悪くてめっちゃむくんだりいろいろしてたのでよく使ってました。プッシャーはアイトーク、のりはアストラビルゴアイビューティーフィクサーで、テープを使う日はダイソーカセリアの伸びないタイプを使ってます。最後にリップです。リップはここにあるだけじゃ全然足りないんで毎日入れ替えてるぐらいなんですけど、まずエテュセのホテリップリップエディションプライマーってやつ2本、
別に使い分けはしてないです。これめっちゃいいんですよ、セザンヌのティントのシリーズ、セザンヌウォータリーティントリップ05番04番なんですけど、他の色も持ってて、でも一番使うのはこの色です。これはちょっとオレンジ味を追加したい時に上から塗るのにめっちゃいい。こちらロム&のジューシーラスティングティントの20番ダークココナッツ。なんか前ハンボクエディションのオミジャレットという色と、あとオレンジブラウンみたいな色を使ってたんですけど、それがなくなっちゃったので、こう似たような色が家にあったので使ってるって感じなんですけど、これもめっちゃいいです。なんか深みのある色とか、ちょっとオレンジ味のあるピンクが一番似合うなってことに気づいたので、そういう色を自分でこう唇の上で重ねて作ってます。はい、以上です。いいねしてね。はい、こんな感じでした。どうですか？多い？多いねでもこれ毎日使ってるんですよ。全部時間かかるわ。ママの4倍ぐらいあるかなアイシャドウだけでさ、1,2,3,4,5,6,7、アイラインとかも合わせて、マスカラも合わせて、目周りすごいね、うん、目に力入れすぎ、12品。あーいらない。ちょうど今日このポーチ整理したので、今のこの顔はこれでできてます。で、これを詳しくどう使ってるとか、どう載せてるとか、そういうのはアンチャンネルでやってるので、そっちを見てくれたら嬉しいです。ちょっと最近更新できてないので、近いうちにあげます。申し訳ありません。ちょっと2週間後テストなもんで申し訳ありません。こんなんでも参考にしたいなって思ってくれる方がいたら、ぜひしてくれたら嬉しいです。でもね、自分はなんかもともとすごい自分の顔が嫌い、嫌だって思ってて、それで毎日ね必死にメイクを勉強したので、結構メイクに関しては自信があるのでね、あのいろいろそうなんだって思ってくれたら嬉しいです。でもね、結構すっぴんと顔違うねって言われるので、そうなりたい方におすすめですぜひアンチャンネルの方もチャンネル登録お願いします。アンでした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画